心堂 DJ のりゅうしんです。先日初めて知ったんですけれども、ソニーのアイボっていうすごく有名な犬型のロボットがあるんですけれども、そのアイボって結構長い間開発とか販売とかされてたんですけれどもね、それでそれなりに人気があったと思うんですよ。結構年々進化してって、第三世代ぐらいまで作られてて、結構そのいろいろ進化をしてったわけですね。それでどんだけ進化してったかっていうと、例えばその自分で物を見て障害物を避けて歩いたりだとか、あとバッテリーが切れそうになると自分で充電器の上に戻ってきて座ってその充電するって言ったりだとかですね、あとご主人様の顔を認識してご主人様を見つけると近寄ってきたりだとか、他の人とは違う反応するっていったような、いろいろなこう結構高性能なロボットがいたんですね。とっても有名なロボット犬なので、これを聞いている皆さんも知ってる方は多いと思うんですけれども、そのアイボっていうのが生産中止になったっていうのが、生産中止になったのは知ってたんですね。で、僕は売り切れたんだろうと思ってたんですよ。もしくはその第三世代のアイボは何万台か限定で作ってて、それ以後は次の世代のアイボを買ってくださいみたいな、そういうスタイルだと思ったんですね。そしたらそうではなくて、ソニーの赤字になってしまった営業成績によってリストラされちゃったんですね、アイボが。つまりアイボは赤字だみたいな。例えばソニーの製品の中でプレイステーションだとか、テレビのビオラだとか、デジカメだとサイバーショットとか、いろいろな製品があるんですけれどもね、そういうものと比べると、アイボは赤字だということでね、開発が中止になっちゃったんですね。それで僕はもう1年以上もうずっとその事実を知らず、ああ生産中止になっちゃったんだなと思って、それでアイボのホームページっていうのがあるんですけれども、もういつまで経っても更新されないんですね。それで僕はいつかアイボ欲しいと思ってたんですよ。それで第5世代とか第6世代とかになって、もうバッテリーの持ちはいいし、もうめちゃくちゃ犬っぽい動きをするロボットっていうのを想像してて、そういういつかあのロボで遊びたいみたいな、そういう欲求があったんですね。ですから相棒は持ってませんでしたけれども、こういろいろと自分の想像力を広げてくれるものではあったんですね。それでもう本当にソニーはもったいないことしたなっていうか、だいたいこうソニーぐらいのお金の余裕のある企業じゃないと、そういうロボットっていう分野はできないでしょうって思うんですよ。で、当然ソニーだってそんなことは分かってるはずなんですよ。だけど分かっているはずなんですけど、なんでアイボをリストラしちゃうのって感じですよね。それで例えば芸術家ってなんか夢を売る仕事みたいな部分ってあると思うんですよ。なんか人を楽しませたりだとか、あとこう希望を持たせたりだとか、こういう可能性があるよねとか、もしくは世の中ってこうだったらいいよねみたいな提示をしたりだとか、そういう部分ってあると思うんですよ。だからある意味
すっごいそのなんていうのかな、儲からないことってたくさんあると思うんですけれども、その儲からなくてももう理想追求みたいな部分ってあると思うんですよね。でソニーみたいな大企業っていうのも本当にそういう理想だけじゃもちろん食べていきませんけれども、もう大企業だからこそできるっていう、こう夢を与えるような商品だとかありますよね。だって僕は第三世代のアイボっていうのも結構もうホームページとか見ながらびっくりしたんですよね。すげえっつって、ここまで今のロボット犬は何、充電切れたら自分で充電のできるところまで歩いてって自分で充電すんのって思ったんですけどね。本当にもう残念ですよね。やっぱりね、もうショックでしたよこれは。それでアイボとこう似たようなコンセプトを持って開発されてたキュリオっていう人型のロボットがいるんですね。ホンダのアシモっていうのが結構有名な人型ロボットがいるんですけれどもね、ロシアのアシモフっていう SF 小説家の名前からもらって付けた名前なんですけどね、アシモっていう、まあ、そういうロボットがいまして、まあ、そのアシモとソニーのキュリオっていうのは、まあ、結構日本の人型ロボットっていう分野では結構期待もされてましたし、まあ、個人的にもそのこう企業間競争で互いに頑張ってこう2つのねロボットがどんどん進化してったらいいなって思ってたんですけどもね、そのキュリオっていうのはちょっと足元コンセプトっていうかね、作られたコンセプトがちょっと違ってまして、すごくちっちゃいんですね。30センチしかないんです、そのキュリオって。でそれはどういうことかっていうと、ロボットって重くなりがちなんですね。で重くて大きくないとこう多分思考する能力が低いっていうか、 AI の部分ですね、 AI の部分がやっぱり多少大きくないとダメってことだと思うんですけれども、そのキュリオっていうのがどういうコンセプトを持ってるかっていうと、倒れても人に怪我をさせない大きさなんですね。例えば赤ちゃんとかが死んだら困るってことだと思うんですよ。例えばアシモが倒れてしまった、そこに赤ちゃんがいた、赤ちゃんが死んでしまった、そういうことが起きないようにキュリオっていうのは、まあ、30センチっていう体の大きさをね想定されてたんだと思います。そしてもう一つはこう人に愛される大きさっていうんですかね、キュリオを持ち上げてキュリオを運んで、まあ、自分の好きな時に一緒にいてもらうっていう部分ですよね。そしてそのキュリオっていうのは1台1億円ぐらいするんですけれども、もうめちゃくちゃ高性能なんですよ。アイボと違って日本語を話すんですね、キュリオって。そんでその日本語を話すって言っても、本当に考えて話すんですよ。だから例えばあなたの夢は何って言って、なんていうのかな、人間から話しかけなくてもキュリオから話しかけてきてくれるとかね。でもうそのキュリオのホームページとかもあって、もうそれもねたまに見てはね、今のロボット技術はこんなに進んでるんだと思いましたね。ですけどキュリオっていうのはもう初めから一般販売されてなかったので、まあこれが個人で手に入るのはいつになるかなって思ってたんですけどもね。ですけれどもキュリオも開発中止ですよ。キュリオも開発中止で、ソニーには夢がないですね、ほんと。かといって、じゃあ芸術家がキュリオ作れるかっていうともね、まぁ、ちょっと難しいですよね。だいたい一つ1台1億円するキュリオを開発するには何億円かかるんだって話ですよね、本当に。
そんな金はね、まず持ってないですよ、芸術家は。持ってたら芸術家にならないかもしれないですしね。まあだからそういう今のロボット分野ってすごく夢がある一方で、なかなかこう金銭的な部分ですよね。お金の儲けにつながってこないっていう部分があるんだなっていうのが、まあ難しいとこなんですねと思いました。では今日はここら辺で失礼いたします。